失礼します。クローバー先輩、大丈夫ですか？おう、メガネ、しけた面を拝みに来てやったんだぞ。あれ、エーデュースコンビじゃん。それにグリちゃんに監督生ちゃんまで勢ぞろいで。どうもっす。てケイト先輩、そのエーデュースって何？え、二人ともすが名前の最後についてるからまとめてみただけ。横着しないでください。そんなことよりトレイ先輩の怪我ってどんな感じなんすか？ああ、階段から足を踏み外したんだ。受け身を取り損ねて右足を派手にやっちまった。しばらくは松葉杖生活だな。え、それ割と重傷じゃないですか。今年のマジフト大会、俺は見学になりそうだ。かすり傷だったら渡すのやめようと思ってたけど、これ見舞いのツナ缶、元気出すんだぞメガネ。ありがとな。もうマジ勘弁、主力選手のトレイ君がいないのしんどいし、また選手選びをし直さなきゃ。お、選手選び？なんだい君たち、怪我人の部屋にドヤドヤと集まって。ふな、おこりんぼリドル。おこりんぼって、君たちがルール違反をしないなら怒らないよ。トレイ、具合はどう？何か食べたいものや飲みたいものはある？そんなに心配しなくても大丈夫だって言ってるだろう。でもその怪我は僕のせいで。どういうことっすか？用事があって昼休みに3年生の教室へ行ったんだ。その時、僕は少し遅れるからマジカルシフトの練習は先に始めてて。わかった、じゃあよろしく。あっ、リドル危ない。階段から落ちかけた僕をかばったばかりにトレイが怪我を。お前なら飛行術で受け身が取れてたと思うぞ。俺が勝手にしくじっただけだから、もう気にするなって。でも監督生、これってさ。まあまあリドル君、そんな暗くなってもしょうがないって。トレイ君の怪我は残念だったけど、その分リドル君が超頑張ればいいじゃん。ああそうだね。ささ、もう怪我人はゆっくり休ませてあげよう。第三、第三。で、ケイト、何かトレイの前では言いにくい話があるんだろ？さすがリドル君、話が早いね。監督生ちゃんたち、トレイ君の怪我について何か知ってるんじゃない？